県政領数を変更して設置いたします。ダイヤ改正以降の特別な措置として全車指定席のご利用方法に慣れていただくまでの期間においてご利用が多く見込まれる列車朝夕のラッシュ時を中心に長い編成での列車で運転をいたします。明日以降2号合計9両編成での運転を予定しております。繰り返しご案内いたします。暴走特急一部編成用車変更についてお知らせいたします。